どうも、つがじんです。今回はですね、こいつも復活、大人気デュアスカスクシリーズのワオ初飲みテイスティング、これでいきたいと思います。いやそうなんです。前回ですね、11月の19日に再販されるということで、デュアーズのカリビアンスムースの動画をアップさせていただきました。皆さん、ご覧になっていただけましたでしょうか。何を隠そう、同じデュアーズのユニークカスクシリーズのこのジャパニーズスムースも同じ日に再販されるんですよね。このジャパニーズスムース、初めて発売された時すごい人気でしたよね。皆さんも再販を待ち焦がれていたんじゃないでしょうか。今回飲み比べギフトセットということで、デュアーズの12年とセット販売になっているみたいなんですよね。絶賛予約受付中みたいなので、皆さん予約してみてはいかがでしょうか。概要欄にリンク貼っときます。ここにあるボトルは前回のカリビアンスムースと同様にですね、去年の発売の時購入して、まあだいぶ遅れて購入したので飲むタイミングを逸してですね、そのまま置いてあったものです。これ私一度も飲んだことはないんですけど、今回再販するタイミングでテイスティング動画を作成させてもらって、私みたいに一度も飲んだことない人や飲んだんだけれどももう忘れちゃったなっていう人が、今回このセットを買いなのかどうかっていう判断になればなと思って投稿させてもらいます。ではテイスティングに入る前に、まずは概要から。概要はこんな感じですね。前回のカリビアンスムースがラムダルでフィニッシュしていたのに対し、このジャパニーズスムースは日本の水ならダルでフィニッシュしているところが大きな特徴ですよね。マスターブレンダーなど詳しい話は前回のカリビアンスムースの動画で説明していますので、今回は割愛させてもらいます。ではそろそろ飲んでいきましょう。まずはストレートから。はい、準備ができました。せっかくなんで前回テイスティングしたこのカリビアンスムース、こちらをストレートだけですけど、まあ香りとか味を比較してみたいなというふうに思います。早速カリビアンスムースの方からついていきます。ちょっとだけにしときます。前回飲みすぎじゃないかって言われてましたんで、はい、こちらジャパニーズスムースの方は海鮮ですね。いや楽しみ。はい、お待たせしました。まず香りからいきたいと思います。ではこちらのジャパニーズスムースから香りです。あ、はい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 、はい、最初こうリンゴっぽい香りしますね。なんか、リンゴの次にちょっと蜂蜜の甘さみたいなのがきますね。あー、これかな。これなんかあの古い木のような香りもする、ちょっとお香みたいな感じはしますかね。これが水ならダルのあれですかね。なんか私にはあんまりわからないですけど、水ならダルって。はい、わかる。次、カリビアンスムースの香りをいきたいと思います。あー、はい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 、やっぱり甘い。こっちの方がやっぱり甘いですね。黒糖っていうかやっぱしますよ。前回も同じ香りを嗅ぎましたけど、
これがラムっぽいんだと思いますけど、それにやっぱり蜂蜜のような甘さがあるという感じですね。では次に味の方を確認していきたいなと思います。皆さん津軽島、結構カーッときますね。ちょっとアルコール感、ちょっときつい感じ、でもその次に甘さ、蜂蜜っぽい甘さが来て、やっぱりちょっと、木の香りかな、これ。木の味がする。古い木の味がするっていう。まあ、ちょっとお香かな。ちょっと鼻から抜けるときにやっぱり、ちょっと香りますね、そのお香みたいな香りが。で、すごい余韻がスパイシーで、ちょっとビター感、そんな感じですね。へえ、美味しい。あ、ちょっと水飲ませましたね。持ってきますね。はい、次はカリビアンスムースを飲んでみたいと思います。これは先日飲みましたけどね。軽くちょっと確認を。では皆さん、津軽島。はい。あ、こうやって比べると全然違う。こっちの方が全然甘い。ちょっと本当に蜂蜜というか、なんかクッキーみたい、クッキーかな、クッキーみたいな甘さがあります、こっちの方が。全体的に。で、後味も、こっちの方が、ちょっとまだ残ってる感じ。かなり違うな。はい。では次にハイボールいってみたいと思います。はい、準備ができました。では早速作ってまいりましょう。いやいや、なんか楽しみなのこれ。多分カリビアンスムースよりこっちの方が好み、なんとなく。いやいや、よく冷やしてて、はい、炭酸。お待たせしました。早速飲んでいきたいと思います。ではもう一度だけ乾杯してください。皆さん、津軽島。
あ、うまい。あ、うまいうまい。これはうまいな。へえ。やっぱり前回も話しましたけど、ハイボールにするとやっぱりこう蜂蜜感とかそういったのがちょっと結構抑えられて、ちょっとビター感出てくるんですよね。それでいてなんかすごくリンゴっぽい、リンゴの香りがするんですよ。でその次になんかこう古い木のようなお香のようなちょっと昔懐かしいような味が来るんですよ。そうか、これは人気が出ても分かるような気がする。なんかこう軽く普通のスモーキーじゃないような気がするんですけど、なんかちょっと煙たい感じが少し口の中に残って、やっぱりこうスパイシーなところもあるっていう感じの味がしますね。あ、ちょっと独特だなこれ。美味しい。これはまた買いかな。自分の感想ですけどね。参考になりましたでしょうか。今回ですね、このデュアーズの12年と、抱き合わせというかセット販売になりますんで、こちら人気も高いので、全然皆さんも好きだと思いますし、遜色はないと思います。なのでこの2本のセットは十分楽しめるんじゃないかなと、私的にはですね思ってしまいました。皆さんはいかがでしょうか。ぜひコメント欄などでちょっと感想をお聞かせいただけると嬉しいなというふうに思います。では今回はここまで。今日も美味しいウイスキーを一緒に飲みましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。いや、これはもう一本買いですね。